おはようございます、皆さん。今日私メイクしたのね。で、インスタグラムのストーリーに、Get ready with me っていう感じで、早送りなんだけど、その Get ready with me 一緒にしてるんですよ。で、それで、使った化粧品とかも載せてるんだけど、今日久しぶりにベイキングしたのね。で、目の下とかも、顔全体ベイキングしたわけですよ。見て。だからすごい、こう、フローレスに見えるじゃない？じゃんだけど私自分が思うに絶対自分の肌質がもうベーキングを好まない肌質になってきてるっていうふうに思ってて、でだから最近してなかったんだけど、今日はテストをしようと思って。今ね、 What time is it, honey? What time is it? 1056だからもう、今がちょうど11時ぐらいなのね。で、私がまあお化粧したのがまあ10時ぐらいなんだけど、今11時ぐらいじゃん。で、こんな感じですな。OK？ とりあえずちょっとこれで様子を見てみましょう。今日はちなみに、これからビデオ撮ります。ていうかさ、私のビューティーブレンダー見てくれる？ビューティーブレンダーじゃないね。ビューティースポンジだね。これさ、両方とも綺麗だから、ちなみに。これ NYX のやつじゃん。これが最近買ったモーフィーのやつなんだけど、見て、もう穴開いてんの。これ、やばくない？この NYX のもう、見て、この壊れてるの見えますか？このビューティブラインさ、全部10ドル以下だから、値段的には安いから、やっぱり手に取りやすくて、で、化粧の仕上がりもいいんだよ。やっぱりしかしながら、長持ちするかって言ったらやっぱそうじゃないね。私の洗い方にも問題があると思うんだけど、私はソープつけて、まあ、こうやって、何、クシュクシュしながら洗うわけじゃんか。で、ちょっと肌でこう、ゴソゴソってやりながら洗うんだけど、オリジナルのビューティーブレンダー。多分、オリジナルのビューティーブレンダーは、やっぱり値段だけあって、仕上がりも綺麗だし、長持ちもする。ね。で、他の2つ、NYX のと、あとモーフィーのに関しては、化粧の仕上がりもいい感じ。だけど、やっぱ洗い方ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。私、ラフに洗ってたかな？そこもないと思うんだけど、まあ、ビューティーブレンダーと同じように洗ってたら、ああいう感じになっちゃったって感じ。だから、もうちょっとこう、あれはジェントルに、ほんと赤ちゃんを扱うみたいな感じで洗ってあげると長持ちするのかなっていうのが、まあ、何？なんて言うんだっけ？感想ですね。そう。OK、皆さん、これから Q&A ビデオを作ろうと思います。今、3つ目のベッドルームに来たんだけど、これは私の、美容系のものを詰め始めてたボックスと、あとあっちに、ヤマトの箱たちがもう来てるのよ。これが小さいサイズで、これが大きいサイズで、なんかこのバボとか紙とか、なんかこれはスーツとか折れない服とかを入れるやつらしいけど、時期が忙しかったから見積もりは来てもらうんじゃなくって、フェイスタイムで、そうやって、私がフェイスタイムでこう家の中見せながら、これ持っていきます、あ、これは持っていかないです、これ持っていきたいです、みたいな感じでもやって、で、その、フェイスタイムで見てくれた人が見積もりしながら、で、最後に計算してくれて、で、いくらだって言われたと思います、一番初め。一番初め、こう、私がまあ、予想せずに、まあ、持ってかないものもいっぱいあったんだけど、とりあえずこれ持っていきます、これ持っていきます、服はこれ全体持っていきます、このクローゼットはこのぐらい持っていきますみたいな感じで家全体見たじゃん。で、いくらだったと思いますか？4500ドルということは日本円で45万ですね。 45万高っって思って。で、うちらは、私と旦那さんは、まあ、もちろん国際引っ越しだから、高くなるっていうのは分かってたけど、でも、さすがにちょっと45万円はちょっと高い。高いでしょ、普通に。高いから、
抑えたいから、とりあえず見積もり出してもらった後に、まあこれは持っていこうと思ったけど持っていかないにしようとか、まああとは、まあこれは、そうだね、まあそういう感じで売ったりとか、まあ大体売りましたね、家具売って、で、まあ家具系は持っていくとしたら、ダイニングテーブルぐらいで、そんぐらいだよね。あとは持ってかないかな、全部。日本で買えるものは買うつもりで、あとは全部持っていかないです。売るか寄付するかみたいな感じで今ずっと やってる感じです。で、ダイニングテーブルはなんか、やっぱりアメリカのそのサイズで大きいから、日本に帰ってね、もし入らない、家に入んなかったらどうしようとか、ね、思う人多いと思うし、私たちもそう思ってたんだけど、その、まあ、選ぶお家を、リビングルームとかがね、結構大きくて、10畳以上あるようなリビングルームが。っていうところだったら、なんかその、なんだっけ、ヤマト、黒猫ヤマトの人も、あ、リビングルーム大きかったら全然入りますよ、とかって言ってて。で、多分、大丈夫だと思うから、私、あのダイニングテーブル持っていくのに、いくらかかれって言われたんだかな。200ドルかかる。ダイニングテーブル持っていくのに200ドルぐらいって言われたのかな、かかるのが。だから、あ、それだったら、ね、これを売って、あっちでダイニングテーブル買うよか、送っちゃった方が安いからってなって、まあ、それでそう、あのダイニングテーブル持っていくんですけど、そんぐらい家具持っていくのはっていう感じなの、今家の中が。で、ミニマリストまでじゃないけど、こう、まあ、売っている途中に、あー、やべえ、また延期になったっていう感じになっちゃったから、まあ、ちょっとこう、なんだろう、売りたいものはあるけど、まあ、とりあえず今のところ、まだ一緒に私たちと生活してて、っていうのも、ギリギリまで使うやつとかあるから、そう、それで今売れずにいたりとか、まあ、処分できずにいたりして、まあ、家の中まだ、だから物は全然あるんだけども、前回、前、その売り出す前と比べたらもう家の中が結構カラカラになってきてて、そう、だからミニマリストまででもいかないけど、まあ、結構物がないお家で今生活してるんだけど、いいですね。やっぱり、子供が小さいからやっぱりこう細々としたおもちゃ、特にフローレンスがそういうほらキッチンのおもちゃとか好きだから、もう持ち歩いては家の中に置いてって感じだから、もういつも物が散らかってるんだけど、でもこうなんていうのかな、大きいものがバーンバーンってあったのがなくなって、なんか見通せていいねみたいな感じ。あと掃除もするのも簡単だし、そうだから日本帰った時もそういう風にしたいですよね。ミニマリストまでは多分いけないと思うんだけども、まあ、かじり多分ナルシストみたいな感じで、ミニマナルシストみたいな感じで、私たちミニマリストっぽいよねみたいな感じで、だけど全然ミニマリストからすると、いやそれはミニマリストって言わないよみたいな、だけどなんか気持ち的には自分たちは普段すげえものがあるけど、でも減らして頑張ってね、自分たちの中で減らして、自分たちの中では物が結構少ない方で、でなんかこういろいろそれから学んだものがあるみたいな感じよ。だけど全然物はない方がいいし、2年ぐらいかけて読んだこんまりさんの本があるんだけど、彼女が言うには2年以上使ってないものは捨ててもいいって書いてあったから、まあそれで結構物捨てられてるし、ときめかないものは処分したりとかしてやってきてるけど、まあいいあれですよ、いい機会ですよ。なんかこうやっぱりこう思い出とかあるじゃない、ある思い出とかあるわけじゃないですか、なんか物には。例えばプレゼントとかになっちゃうと思い出が詰まっちゃって、だけど例えばそれが10年以上前のプレゼントとかでまだ持ってたりとかして、正直ずっと保管してる、どっかの箱にずっと入ってて、引っ越しするたびにどっかの箱に入ってて家の端っこに置かれてるみたいなっていうのは、私が思うに、持ってて場所、その保管するスペースがあって全然問題ないんであればいいと思うんだけど、こう
こう私みたいに移動が多かったりとかして、で物も減らしたい、細かいものとか物を減らしたいっていう時は、私が思うにその時もらった時の感情を大事にして、で、あの日本だといいですよね、あのさ年度の終わりにほら神社でなんか燃やしたりするじゃないですかね、なんかなんだっけ、なんか自分が作ったものとかを持ってって燃やすのあるでしょ、ああいう感じで、ああいう系な感じの儀式として燃やしたりとかして、なんか心にいつまでも残るようにするとか、そういう感じがすごいと思うんだけど、まあうちには燃やす何習慣とかないから、まあもう ありがとうって言ってその時もらった時の気持ちはまだ覚えてるから、それを思い出したりとかして、それでありがとうって言って捨てるっていうよりか、捨てるっていう言葉は良くないけど、なんていうのかな、まあ、旅立ってもらうっていうわけでもないけど、まあ、そういう感じでいろいろ処分、してきたし、これからもできたらいいなと思うし、やっぱり物をこう家に詰めまくって物がありまくるのって絶対良くないと思ってるから、それはこんまりさんの本読んでもそうだし、結構自分の何家族とかが物をこう捨てるのが苦手っていうのかな、こうだってこれも思い出があるじゃん、これは小さい時に着てたやつ、これはね彼からもらったとかで、その気持ちはものすごくわかるんだけど、私もそうだし、だけどその時もらった気持ちなんだよね結局は、とかそれか自分があげる側だったら、その時その人のためを思ってこう一生懸命選んだとか、なんかその人のことを思って一生懸命作ったとか、そういう時の気持ちがその人のためになってて、そのあげた人のためになってたら、10年経っても20年経っても持ってなきゃダメっていうわけではないと思うんですよね。だからなんかこれが誰かさんの役に立てたらなと思います。私はこの引っ越しを機会にまたいろいろ、捨てるものもあったし取っておくのももちろんあったけど、結構物減らせてるから、そうですね、まあそんな感じ、まあいいや、これからビデオ撮りますね私皆さん今さビデオ撮り終わったんだけどね、私うちの旦那あれみたい、子供たちを外に連れてってくれてるみたい、今日天気いいんだよね、そうちょっと待って、今さ12時じゃん、12時半じゃん、ビデオ終わった後のメイクどんな感じですか、口乾いてる、どんな感じ、どんな感じ、これで午後はどうなるかね、午後はどうなりますかね、乞うご期待。今日撮ったビデオは今日のうちに載せて、今日撮ったビデオは今日のうちにエディットして載せたいですね。ちょっと待って可愛くない、ちょっと待って待って、ダメダメ、これダメでしょ、化粧直しもしてないし、今テストしてるじゃないですか私、この化粧のどんな感じか見ようと思って今カメラ回してるんですけど、どうでしょうか、唇あんま見ないでね、私リタッチしてないから、だからさ、まあちょっとこうオイリーっぽくなってるなっていうのはあるけど、崩れどうなん、ちょっとこうあれよね、仕上がりの時とはまたちょっと違う感じだよね、悪い意味で、なんか仕上がった時はあんな感じだったじゃん、見たと思うけど、で今はさ時間がやっぱり12時間経ってるから、まあこういう風に崩れてはいくよねみたいな感じだけど、でもまあありっちゃありじゃないみたいな感じだよね、これでさ多分もうカモンカモンカンバー、これで多分さ何ボケてんの、 OK、 これで多分さ今この状態で私が化粧水を全体的にかけてね、 OK、油で取って化粧水を全体的にかけたらまた違うんじゃない、いや、やってみようか、ちょっと
どうでしょう。どうでしょう。あ、これで結構たかり減ったじゃん。これでちょっとあれもとくか。トレザージューズのローズウォーターにしようか。それともセッティングスプレーにしようか。化粧仕上げた時はセッティングスプレーかけたからトレザージューズのかけてみようか。あのさ、あれを売ってしまったわけ。あのなんだっけ、もう引っ越すつもりだったから、あのライト全部売っちゃったのよ、撮影用のライト。だから今お家の中で明るいところがこのねキッチンしかないんだけど、とりあえずこれフェイストーナーね、これをつけるやんけ、つけるやんけ。ほら見て、いいんじゃない。こんな感じになりました。まあ崩れてきてるね、うん、やっぱりさ、私の肌ではあれなんだな、あれぐらいベーキングをするってなると本当に撮影用とかの短い時間がいいんだっていうことが分かりました。うん、普段メイクはあれだけ分厚く塗らない方がいいんだなっていうのが分かりました。疲れた。